こんにちは、マースケです。久しぶりに色鉛筆のお絵かきを開始しました。今ですね、まだ今月半ばまでですね、水彩画講座が残っているのですが、すぐにですね、今度は秋にですね、また水彩画講座入っているので、何枚か水彩画を描かなきゃいけないので、忙しくなるので、その忙しくなる前に、合間を縫って、頭をね、休める意味で、趣味のね、お絵描きをしようと考えて始めました。誰を描いてるかは、できてからのお楽しみということで、まずはですね、もう下書き終わって、まず下地塗りを、始めてます。下地塗りはですね、これ、要は昔でいう肌色なんですけども、これちょっと違うやつでね、トンボ色鉛筆の、色辞典シリーズの、これ、枯れ竹色ってやつですね、漢字で、それを使ってます。その後からね、だんだん濃くしていくので、色を足していくわけ重ねていくわけですけれども、まずはですね、薄く下地塗りをしているところです。で、その下地塗りがですね、例えば、もちろん画用紙なんかに書いてるとまたさらに、ね、難しいんですが、初心者のうちはですね、薄く塗るというのがね、難しいので、最初からこうゴリゴリゴリやってしまうと、微妙なね、色の変化がこう出てこないんですよ。もう出せなくなっちゃうんです。もう濃すぎて。下地のね。だから、薄く今色をつけてるということで、そこから始めてます。初心者の方はね、参考にね、していただいて、薄くして、それをこう重ねて濃くしていくんだよっていうのをね、覚えていただければということで、それもちょっと含まれて、この絵には含まれています。じゃあ少しずつやっていきましょう。画用紙よりはですね、この剣と紙はですね、ツルツルしているので、薄く色をつけるのがね、うまくいきますね。こうサラサラサラっと、全然ね、もう色をつくかつかないかぐらいですからね。その淡い感じが、とてもね、この剣としたとうまくこう出せます。それからですね、俺の動画の方で喋ってますけど、俺はですね、アニメーション出身なので、教室の方、教室というか講座の方でね、ちょっと気がついたことなんですけども、テクニック本で、例えば強くゴリゴリ描いた後、カッターで削って、例えば線をこう表現してみたりという方法があるんですけど、そこはですね、俺はアニメーション出身なので、アニメーションですと俺言ってるのは古い話なのでセルアニメーションなんですが、セルにね、型とかでこう傷をつけて雨を表現するとかっていうことはやるんですが、なんかの表紙にね、こう傷をつけちゃうと、それがですね、ちらつきの原因になるので、傷もつけないようにということで、こういうね、こう手袋をはめて、細心の注意を払ってセルをね、扱っているのですが、ということで、俺は俺のお絵描きの方では、その色鉛筆画の方では、ゴリゴリ描くこともしてないし、こうカッターで、削るなんていうことも、ちらつきの原因になるという基本があるので、別に色鉛筆は関係ありませんが、そういった指導は、しておりません。だからその細い線をね、表現するときも、なるべく細い消しゴムとかを使って、表現していくっていう方法をとっています。それはね、好みなのでね、やりたい人はやってもらえばいいんですけどもね。
薄塗りできない人はまあこうね丁寧に丁寧にこう線を引いてこうハッチングしていくっていう方法をね取ればいいんですけども、これだとね結構タッチがこう残るのでね、そうするとね肌の質感に限らず、例えば前回の動画に説明しましたけども、例えば果物の表面とかで描くのにね、うまくね表現できないかもしれませんので、最終的にはこう力を抜いて、薄く塗っていくことができれば、肌の表現もできるし、果物の、皮の質感を表現することもできるようになるので、ぜひともね、それをまずハッチングでね、練習してからですよ。薄塗り練習してからこの薄塗りねできるようになっていただければと思ってます。それからね、毎回説明してますけども、皆さんね、教室やっててもね気がついたのは、皆さん芯を丸いまま丸まってるままね使っちゃうんですけども、ちゃんと芯をねよく削って、細く削って丸くなってきたなと思ったら、すぐね削って、塊で削って細くして、繊細な、色をねつけていただきたいと思います。とにかくこう削りながらやるっていうのがね大事です。本当、ね、自分の、ね、趣味のお絵かきするのってもう、ね、何ヶ月ぶりだろうって考えると、まあ4ヶ月ぶりぐらいですかね。なんかやってると本当ね、今やってみてね、思うんですけども、なんか落ち着きますよね、リラックスできますよね。まあそのリラックスを狙っての、忙しくなる前のお絵かきなので、まあそれはまあ分かってたことなんですけれども、やっぱり趣味のお絵かきで楽しくやってるわけですから、まあね教室も楽しくやってるんですよ、やってるんですけれども、よりねこう落ち着くって感じがします。今ね、まあ今現在の色ですと薄橙をかけてる、でね下地塗りしてるんですけど、この上から今度は一段濃い色、俺はですねどちら、シェルピンクっていうまあね、色を使って、1段階濃くしていくっていうのをやっています。まあ、全部こう色を作ってしまってもね、この上からまた消しゴムをかけて、まあ、練り消しゴムですけどね、でちょっと光を表現して明るい部分を作って、そこから今度は、こういう部分をこうかいか、作っていくっていう感じです。一応目印のためにこうね光のところを、まあ輪郭枠線でねこう囲ってますけど、これはいらない線なので消しゴムで消していきます。この動画で見た限りではですね、この薄塗りはほとんど見えないと思うんですよね、薄すぎて。なんですよ、だからその薄すぎて見えないくらいが下地塗りですよ。最初から濃くしちゃうとね、仕上がりすごい濃くなってしまいますよね。まず最初はその薄塗りで薄い色をつけていってください。でね、この薄塗りの時に鉛筆ごとね上から、薄塗りしてるんですけど、この薄い色なものですからね、鉛筆ごとやっちゃうと、ちょっとね鉛筆の芯のね粉でね汚れちゃうんですよ。そこのところはですね、消しゴムでちょっと消しながら、まあ綺麗にしていただきたいと思います。ということですね、まあ下地にこのぐらいにしまして、ということで、ちょっと全体像を
よいしょ、見てたいと思います。はい、今こんな感じです。でまたここから今度はじゃあ濃い色を重ねていきます。ということで以上の下地塗り動画でした。ご視聴ありがとうございました。